はい、椿のゆうこです。今回の企画は5回にわたる特別企画、メンバーのことを知ってるメンバーの答えを当てましょう。今回の企画では運営さんからの質問に対して他のメンバーがその子が答えるであろう内容について当てに行きます。それでは早速当てに行ってもらいましょう。どうぞ。爪、好きな食べ物。好きな食べ物は寒天めっちゃ寒ですけど、なんかゼリーとか細いんでそういうのばっか食べてそうってイメージです。はい。ゆうこちゃんの好きな食べ物、私が思うゆうこちゃんの好きな食べ物はパン、お母さんのオムライスだと思いますなんかゆうこは結構王道なものが好きなイメージがあるのでそうかなと思いました。ゆうこちゃんの好きな食べ物は野菜かっこ人参かヨーグルトだと思います。いつもなんか食べてるイメージ、レッスンの時とかお昼ご飯とかいつも野菜とかヨーグルトを食べてるなって思います。2つ目、ゆうこちゃんの好きな食べ物はこれはプリンです。いちかね、これ聞いたことあるんですよ。なので絶対プリンだと思います。プリンです私の好きな食べ物はリンゴです。フルーツ全般好きなんですけどリンゴ好きです。2問目、動物。動物はウサギですかね。なんかウサちゃん気質っていうかウサちゃん気質っぽいのでウサギかな。はい。好きな動物、好きな動物はね、パン、ウサギかと思いきや実はコアラなんかウサギが好きっていうのを聞いたことがあるんですけれども、なんかね、私近くで見ていてゆうこちゃんはコアラに似ているなと思うんですね。はい。で、私コアラ大好きなんですけど、すごいコアラに似てるなと思うんでコアラにしました当たってると思う。うん好きな動物は、なんかこれもゆうこちゃんはウサギしか思い浮かばないのでウサギにしました。では2つ目、2つ目は好きな動物は、動物はウサギですかねウサギな気がします。なんかこれはもうインスピレーションです、イメージ。私の好きな動物は金魚です。動物全部好きなんですけど、金魚は小学生の時にゲットした金魚がまだ生きてくれているので金魚好きです。タームポイント3個目、目、なんか顔、目が大きすぎて顔の3分の1は目なんじゃないかなってで名は思ってるんで目ですよね。自分のチャームポイント、ゆうこが思うゆうこのチャームポイントはプルパン、垂れ目。ゆうこちゃんはすごくご自分の垂れ目を重宝してらっしゃるイメージがあるので垂れ目だと思います。これは当たってると思う結構自信あります。はい。ゆうこちゃんのチャームポイント、もうこれは多分絶対正解だと思います。エクボかなって、かわいいね、僕にはエクボ作れないんですけどね、羨ましい。多分これかな。じゃあ3つ目はチャームポイントですね。ゆうこちゃんのチャームポイントはエクボだと思います。笑ったらエクボができて、エクボができてすごくかわいいのでエクボじゃないかなと思います。私のチャームポイントはエクボです。ハマっているものは、なんだろう、アイドルさんのハマって、まあ、イメージですけど、なんかゆうこはアイドルが好きなんで、アイドルさんの YouTube とか動画とかで見たりとかしてるのか、わかんない。
ハマってハマってんのかな、ずっとずっと見てる。はい、ゆうこが最近ハマっているものは、荒野行動じゃないかな。4 9 4。最近ハマっているもの、なんか最近ってちょっとわかんないから、もうなんかゆうこちゃんはアイドルさんにめっちゃハマってるなってイメージしかないので、アイドルって書きました。3つ目、最近ハマっているものは料理じゃないかな。多分最近って言われるとちょっと怪しいんですけど、もうすごい料理が好きなイメージなので、最近多分時間もいっぱいあると思うので料理じゃないかなと思います。最近ハマっていることはアイドルさんの動画を見ることです。5問目、メンバーへの印象印象は、絶対レナはなんか、あ、高校生なんやなみたいな思われたと思いますね。 JK みたいな。ゆうこはレナのこと最初怖いって思ったのかな、わかんない。ゆうこが私に初めて会った時の印象は、アニメが好きそう。そう、私アニメ大好きなんですけど、初めて会ったのが多分レッスンの時で、私の服装が結構アニメチックというか、まあ可愛いラブリーな感じのお洋服だったと思うので、アニメ好きそうって思ってもらえたんじゃないかなと思います。最後、そのゆうこちゃんが初めて僕と会った時の僕の印象は、この間ちょっと聞いた時に、僕うるさいなもう T シャツっていうの、 T シャツっていうかトレーナー着てたんですよ最初。なんかそれのイメージしかないって言ってたから、もうなんかそれかなって思います。では最後5つ目、いちかの第一印象は、これは多分優しそうとかですかね、多分そんな気がする、多分って言ってくれそうな気がする言ってほしいという願望も込めて優しそうにしときます。レナに初めて会った時の印象は、もうめっちゃ可愛くって、あとめっちゃおしゃれで、おしゃれってイメージでした。初めてマルに会った時の印象は、もうザ・美人って感じで、もうなんか最初クールビューティーやと思ってました。フグに会った時の印象は、もうザ・ロッキューって感じの印象でした。いちかに初めて会った時は、キラキライケイケって感じのイメージでした。はい、いかがだったでしょうか。メンバーに当ててもらえたのか気になりますね。次回も楽しみに来ていてもらえると嬉しいです。ではありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。